に引き換えまして、意見交換会を進めさせていただきます。と思っています。ただ、そういった機運は成果として、国、県の考えはこれまで同意と考え、変わっておりません。いつ詳細調査に入られるか、ともに頑張っていかなければと思っているでございます。とにかく反対でやめてくれと。で、やめてくれだけではこれどうしようもないんで、着地点をじゃあどこに置くか。最終処分場っていうのは、あの150ヘクタールある東電の敷地がまさにあの適地だろうというふうに思っております。だからその中間貯蔵施設を作ろうとしているその地域にとりあえずあの一時置かせていただく、そういう考え方があのよろしいんではないのかなというふうに思っております。この問題に関しましてやはり必要なことはですね、特措法の改正というのが一番いい手法だというふうに言われております。今後ですね、それぞれの議会で練ってですね、共同声明案というものを出してですね、やったらどうかというふうに私は提案して終わります。とにかくもう最後まで作んだら作ってみろこの野郎って言葉は悪いですけど、もう徹底して構成するつもりで、まあ、みんなやってますんで、今度富山町の方から富山町の方へ赴いていきたいと思います。白紙的会に向けて頑張ろう、今後とも連携を強化されるっていうことですか。はい、そうですね。今後ともいろんな共同声明、はい、あるいは同意書等をですね、考えてきたなと思っております。すみません、その共同声明をお考えになるっていうのは、それは特措の見直しや政府の基本方針も見直せという部分も入るんですか。はい、やはりこの3年経ってからですね、施行後3年経ってから状況について見直すということも書かれておりますので、やはり狙いとするのはその辺だろうと思います。そのためにもやっぱり県内だけじゃなくて、県内外にも力強くアピールする必要があるんではないかなと思っております。実は8000ベクレル以上、具体的には1万700ベクレルなんですけども、それが今独自の調査ではもう2000、3000くらいのベクレルに落ちております。そうするとですね、果たしてこれまで計画通り の最終処分場が一軒に一つずつ必要かどうかというと、これ非常に問題があります。ですから再調査をいただいて量の確定をまだやっていただきたいということを国に要望しているわけなんですけども、そうするとですね、何分の1かの量に減れば宮城県に果たして量的な5000トンとかと言われておりますけれども、その量がぐっと減れば1県に1つは必要ない。とてもこのような場所にね、建てようとすること自体がおかしいっていうか、来る道もそうですし、これだけのいい環境に持ってくるっていうのは全く環境省という省がやるべきことではないなっていう気はしました。はい。